鳥山石炎、百吉連れ,ずれ袋より、払い子り払い子りは、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、百吉連れ,ずれ袋にある日本の妖怪。仏具の一つであるホッスの妖怪が、天外の下で座禅を組んだ姿で描かれている。石炎による解説文では、以下のように述べられている。上州無の糊に犬子にさえ仏性をありけりまして、 伝統王家のグルザ禅の床に九年が間打ち振ったる、ホッスの性は、ケツカフザの相をも表すべしと夢のうちに思いぬ、ジョーシュームのノリに犬子にさえ仏唱をありけるとは、禅における公案、犬子仏唱が、むっと返答したものから惹かれており、犬子に仏唱があるならば、ホッスの性も、仏唱を持ってるのではないか、と石縁は、連想しておりそのような点から創作されたもので、あると考えられている。 また、解説文中にあるホッスの使用された年数、9年が、間というのは、前週の回祖とされている、ダルマ大使が壁に向かって9年間座禅を組んだという、伝説からの連想で数字が使われていると見られており、石炎は、木魚ダルマという妖怪の解説文中では、木魚ダルマを払え、小森の同類であるとしている。石炎は、百吉連れ袋では、室町時代の妖怪へ巻き、 百鬼や高絵巻を多く参考にしており、同絵巻に発スを素材とした妖怪も登場している。妖怪研究家、田中墨は、発スは中国では煩悩をもたらす悪魔を払うと言われたことから、発スの成仏を妨げるものは存在しないということを、赤炎は表していると述べている。平成以降の妖怪に関する書籍では、使い古された発スが夜になると踊り出したという解説も見られる。 ありがとうございます。